マイナス4とか言う、いやなんかまた思い出しちゃった。大学時代に高尾山に登ったことがあったんだけど、授業の一環で。その時にそのチームみたいのを組んで山登りするみたいな授業で、私がポロッとなんか言わないとと思って、チームにいるから、マイナス4が本当に素敵ですねって言ったら、マイナス4というのは本当にあるんですか、マイナス4というのは、あの普通に考えて、あのマイナス4というのがその見えて、それが気持ちいいというふうに感じるもので、それが今存在するというのは どのような根拠があってですかすごい嫌な気持ちになった。もう本当に嫌な気持ち、本当に嫌な気持ちになったことがあって、マイナス4中の、もう本当にやめてほしい。いないそういう人。ねえ、そういう、ねえ、その根拠は何ですかみたいな。マイナス4というか、その理系的に考えるとそのように存在しないんですけれども。で、あなたは何を感じてたんですか。マイナス4なんだよ。いいんだよ。人の中にはそれぞれマイナス4があってもいいじゃないか。ねえ。人はその感情を愛と呼んだり、恋と呼んだり、友情と呼んだりするし、それと同じ。私はこれを感じたわけ。感じたものを私はマイナス4と呼ぶだけであって、お前の中のマイナス4と違うんだよ。私はマイナス4を感じたんだ。理系嫌い。やばい、宇宙世界の理系を敵に回してしまった。理系とね、結構そういう嫌な思い出しかない。この案で絶対大丈夫だって。ね、ほんとにこれで頑張ろう。ね、みんなで絶対できる。その絶対というのは 100% という意味なんですけど、その 100% のその理由はどうしてですか。え、なんでその 100% だとあなたは思ったんですか。それってあなたの感想ですよね。言われたことがあって、うーん。ってなったことある。なんでマイナス4と 100% 絶対とかそういう言葉に対してそんなに私にそんな辛く当たってくるんだ。なんなんだ。全員理系だった。本当に全員理系だった。なんなのあれ。ね、いいじゃん、別に。使っちゃダメだ、絶対と。マイナス4も表現じゃないか。なんなんだ。え、ね、理系の彼氏と別れた記憶。そうだよ。元彼は、医学部志望だった。嫌なこと思い出す。嫌だな。嫌だ、そう。だからもう、医学部系も、もう、医療系と、震えちゃう、私聞くと。もう理系ってだけでこう痙攣し始めて、な、医学部とか医療とか聞く、こうなる。そう、医学部です。あれ、なんなの、え、本当になんなの、あれは。もうその元彼にもうその医学部に行くからっつってさ、で医学部に行くからって言われたら勉強してほしいでしょ。高2のさ時に、あれ医学部行きたいから、真剣に勉強したいからって言って、あの、別れようって言われたんだよ。ここにだっけ、こいつだっけ、まあその辺のタイミングで。だからそこまで言われたらさ、応援するよ、いいよって、お互い勉強頑張るねって言うじゃんか。したら浮気してるよあいつ、最悪だお前は。最悪でしょ。医学部って言うからさ、うん、じゃあ頑張れって言うしかなくない。確かに大変だっつって、うん、私もじゃあその代わりに私立っていうのはずっと決めてたんだけど、心の中でずっと通ってきた小中高が あまり綺麗じゃなくて、憧れ抱いてというか、いいっていうの話はしてて、両親にも了承を得てたから、いや、その私立の中でもちょっと難しいとこチャレンジしてみるよって気持ちでさ、早稲田選んでさ、必死に勉強したらさ、やつはさ、安倍川花火大会にさ行ってるんだ。嫌な気持ちで、いや、嫌な気持ちでしょ。ほら、もう勉強するんじゃなかったのかよってな。まあいいんですけども。もういいんですけど。やつは落ちたので、もう私はもうニコニコしてました。ごめんね、最悪な人間で。最悪な人間なんやけど、その医学部行きたいから別れたいって言われて、じゃあ私も早稲田目指すっつってね、たら浮気してんじゃん。安倍花行ってるじゃん、安倍川花火大会な。安倍花に知らん女と行ってる写真をインスタグラムで上げてるやん。うん、それでもうなんか震えちゃって、うん、でもう私は執拗にあのやつのアカウントを鍵垢で見張ってるやん。たらなんか浪人しますっていう。ああ落ちたんやと思って、ニゴニゴしちゃいましたね。ざまみろって
思った。あいつはね、あいつはダメだ、あいつはダメです。で三浪ぐらいしてたから、三浪ぐらいしてたね、無理だよ。三浪して受かったんかな、あれ受かったんか知らんけど、なんか大学決めてた本当に。え、名前、裏垢の名前、あれですよ、今のアカウント、私のインスタグラム、大学入るまでインスタグラムやってなかったから、実質裏垢みたいな鍵かけて、何もつぶやいてもなかったし、見る線になった。うん、あの私のインスタグラムのアカウントには、あのすごい怨念がこもってる、うん、え、怖ってなんでいい、でもインスタグラムだ、頑張ってる、その黒い部分を払拭するかのように今写真を頑張ってあげてる。でも見守ってたんだから、別に可愛いもんじゃん、こうチラって彼何してるかな、チラチラって可愛いもんでしょ。で恥ずかしくて、彼がこっち気づいちゃうかも、キューって、鍵カチャってかけ、もう可愛いもんじゃん、可愛い JK じゃんか、はそう考えるとダメですか、あ戻れない、あダメ、怖い、あダメだ、払拭しきれなかった。